はい、皆さんこんにちは。アンダリングルフィッシュです。今回ですね、お届けしていくのはパワプルアプリから、ズバリ1000連続ガチャを引いていきたいというふうに思っています。まあ、パワプルアプリではイベントキャラサクセスとかで使うイベントキャラを、まあ、ガチャでね主に獲得していくということになると思うんですが、今回はその中からですね1000連続でガチャを引いて、どれくらいのレアリティのものがどれくらいの確率で出るのかというのをですね検証していきたいと思います。できればレアガチャをね1000連続で引いてみたいものですが、まあ、残念ながらそんな資金力はないので、今回はノーマルガチャ1000連続ということになりますが、ぜひぜひ最後までお付き合いの方いただければというふうに思っております。それでは早速ガチャの方引いていきたいと思います。で、今ですねご覧いただいている通り20万ガチャポイントを持ってますので、この20万ガチャポイントを使って10連続ガチャを、まあ、100回引いて1000回引いていきたいと思います。早速それでは引いていきましょう。緊張の最初のガチャですが、まあノーマルとプレミアムノーマルが2枚という結果ですね。ここからはちょっとですね、まあ、早送りにしてお届けしていきたいと思います。それでは結果の方ご覧いただければと思います。で、最後にですね、まあ、スーパーレアが何枚プレミアムノーマルが何枚とかっていう形で結果もお届けしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。ここまででだいたい200個ぐらいの、イベキャラ引いたんですが、プレミアムノーマルとノーマルだけというところですね。なかなか苦戦をしていますけど、ここまででだいたい500個ぐらいのイベキャラですが、まだノーマルとプレミアムノーマルのみというところですね。この先もしスーパーレアとかが出たら、まあ、その時はね一旦止めてじっくりと見ていきたいと思いますんで、スーパーレアが出るのをぜひ期待していただければと思うんですが、
お、ここでレアですね。ようやくレアが出た。ここでもレアが出てますね。ここでもレアが1枚。残り500個というところぐらいまで来ましたね。ごめんなさい、残り500個じゃない。残り、250個か。ここから残り100枚です。ここでレア、ナルミアですね。ここでもレア。さあ、ラストスパートに向かってレアが続いてきました。スーパーレアに望みをかけたい。さあ、ここでラストです。レア。レアです。はい、というわけで1000回連続ガチャご覧いただきました。結果いかがでしたでしょうか。
ちょっとね、苦戦していた残酷な現実を見てしまいましたが、結果発表の方行きましょう。1000連続ガチャ結果発表です。まず、プレミアムスーパーレア、0個 0%。スーパーレア、0個 0%。で、レアが6枚、0.6%。プレミアムノーマルが107個で 10.7%。ノーマルが887個で 88.7% ということで、まあ、レアが 1% を切ってくるぐらい、プレミアムノーマルが 10%、ノーマルが 90% ぐらいというのが、ノーマルガチャの、まあ、現実なのかなというふうに思いました。まあ、稀にね、スーパーレアが出たよなんていう報告も、ツイッターとかで見かけたりしたことはあるので、まあ、スーパーレアが出ないというわけではないと思うんですが、ノーマルガチャの、まあ、残酷な結果をですね、まあ、ご覧いただく、まあ、そういう形になってしまいましたということになります。さて、当チャンネルではですね、パワープロアプリ検証動画、まあ、たまにサクセスとかもお届けしてますので、興味のある方ぜひ当チャンネルのをチェックしていただければと思います。その他、戦国ゲーム信長の野望とかですね、あと、ガールフレンドとか、そういう、まあ、ゲームも実況の方をお届けしていますので、ぜひぜひ当チャンネルの方チェックしてみていただければというふうに思っております。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方、本当にありがとうございました。ワンダリングルフィッシュがお届けさせていただきました。